はい、ということで無事ね内部に潜入できたんですけども、オーツがこれ出てるんですけども、第1レースの分ちょっと見にくいんでスマホで見ますと、これがね第1レースのオーツなんですけども、どうやらね1番の人が強いらしくてから 1,2,3 とか 1,3,2 とかすごく強いらしいんで、今回ねちょっと僕はね勝負に出ようと思いますんで、こんな感じで全部でね1500円使いましょう。もう時間がないです。はい、一応ね記入できました。あと2分しかないです。ありがとうございました。はい、ということでねこんな感じで買いました。 1,2,3 のいろいろな組み合わせです。あともね1分なんでちょっとねどうなるでしょうか。レースの方で、ね、見守りたいと思います。おー、あ、映ってます。へー、そのまま、1,2,3 です。あら、1,2,3で行ってますね、もうそのまま。あ、行けるか。1,2,3でした。1,2,3買ってました。当たりです。1,2,3はね、5.6 倍でした。はい、ということで、ね、ちょっと当たり券を換金しましょう。お願いします。投票券を入れるか、ありがとうございます。お金をお受け取りください。はい、やりました。ね、1,500円がね2,800 円に増えました。やりました。過去一じゃないですかね、僕の1,300円勝ち。素晴らしい。で、実はなんですけども、もうね次のレースがまた発売開始してまして、よくわからないんですけども、1,300円勝ってるんで、この1,300円をねちょっとつぎ込んでみましょう。ここでね勝っても負けてもプラマイゼロになるんで、1,300円かけましょう次は。で、もうねまた締め切りが近いんで、パッとサインしますと、はい、ということで、ね、こんな感じでマークしました。一応ねさっき勝った1,300円をね全部かける作戦です。はい、チケット買ってきます。マークカードをお入れください。見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、ね、こんな感じで購入しました。351のね組み合わせですね。で、レースがねまたすぐ始まりそうなんで、ちょっとね行ってみたいと思います。始まりました。頑張れ頑張れ頑張れ。混戦状態。あ、2が来てる。やばいやばいやばい。頑張れ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 。今315ですね。あ、315勝てますね。このまま来たら当たります。おお。はい、当たりましたね。315です。やりました。おお。え、何倍だったんだろう315って。すごい。315、1430円と書いてましたよ。はい、あの1430円の分が当たりました。すごい。え、300円で1130円だから4290円ですよ。入るかな。投票券をお金を数えています。ありがとうございます。お金をお受け取りください。あらら、やばい。生々しいかもしれませんけども、お金本当に儲かりましたねこれ。困ったな。結局だから、あ、そうか、この金額全部丸儲けなんだ。4290円利益出してました。すごっ。どうしましょう、ちょっと出ましょう。はい、ということでね、なんだかんだで2レースで4290円も買ってしまいました。で、入場料が100円いったんで、実際にね増えたお金は4190円なんですけども、過去最高益ですね、僕のギャンブル人生の中では。素晴らしい結果となりました。ですんでね、僕は新たやの予算の利用料金っていうのは全部でね0円で終わったという過去になりますね。これはすごいです。今回はすごい車中泊ではあったんですけども、実は新たやのさんにはスペシャルなプランがあって、というのも5000円支払えば RV パークに電源付けで1泊できて、お風呂は2人まで無料で、しかもスペシャルルームへの入退場も可能になって、あと食事代金が1000円無料になるチケットがもらえて、お土産代が 10% オフになって、さらにね、チェックアウトの時間が12時まで滞在 OK っていうね、結構お得なプランがありますので、今回僕はね4190円も儲けさせてもらってから、このまま還元せずにね帰るのもちょっと忍びないんで、ここから先の動画をね後編として、もう一泊新谷さんの方でねゆっくりさせてもらうというふうに思います。いやー、すごい勝った。びっくりですね。よし、ということでね再契約をしに行きましょう。はい、おはようございます。はい、ありがとうございます。アンケート会議いただいた、そしてアップデートします。ありがとうございます。
あ、嬉しい、ありがとうございます。で、実はですね、もう一泊お願いしたいんですけども。あ、ありがとうございます。今度は高い方のプランで。うん、同じ場所がいいですね。はい、はい、失礼いたします。5000円お預かりいたします。すごいゆっくりどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、ということで、ね、ちょっと2泊目の予約ができたんで、ゆっくりさせてもらおうと思うんですけども、実はね、ここにすごく珍しいマルト金時もキャッチャーがあるんですよね。でね、ちょっと僕もちょっとやってみたいんで挑戦してみましょう。僕の番を狙いましょう。いけるかな。いってくれ、いってくれ、いってくれ。あ、嘘。あ、サイでしょ。めちゃめちゃ浅かった。これはね、多分掴めれないタイプです。これは残念でした。で、あれと思ったら、こっちね、今度はね、ひよこカプセルが取れたらね、そうめんがもらえるっていうそうめんキャッチャーがあったんで、こっちをやってみましょう。頼む、頼む、頼む。行ってくれー。お、あ、取れた。取れました。さぬきそうめんゲットです。やったこれね、交換してもらいましょう。早速、すいません、お願いします。お芋の方やりました。お芋の方届かなかったです。あ、並び替えますよ。申し訳ありがとうございます。はい、ありがとうございます。280円相当のおそうめんがもらえました。ね、届かなかったって言ったらね、積み直してくれました。ありがたい。よし、挑戦しましょう。いけるかな。あれれれれれれ、もう一回行こうかな。いけるか、いけるか。頼む頼む頼む。おー、いけいけいけ。難しい。もう一回行ってみましょう。この辺行ってくれ、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 行ってくれ。あー、ダメだ。最後の一回。いけるか、いけるか、いけるか、いけるか。おお、取れました。やった。お芋ゲットです。やりました。これを持っていたらね、多分プレゼントがもらえるらしいんで、行ってみましょう。無事取れました。はい、どうぞ。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ちょっとね、お金使っちゃいましたけども、お芋さんもね、無事取れて満足です。ちなみにね、釣り堀はね、ここだったらしいんですけども、今はお休みとのことです。残念です。オッケー。ということでね、ちょっと同じ場所で連泊できるようになりましたんでね、車の方にね、一旦戻りたいと思います。はいよ、よいしょ。よし、ということでね、今からね、明日の12時までですんで、26時間滞在可能になったんで、もうね、あとは向こうのお風呂の方とかラウンジとか出入り自由でゆっくりはできるんですけども、ちょっと相変わらずね、PC 作業の方やっておかないといけないんで、まずはね、ちょっとお昼ぐらいまで PC 作業をね、続けたいと思います。はい、ちなみに今はね、10時20分ですということでね、頑張ります。はい、ということでね、作業一応終わったんですけども、現在の時刻はね、もう1時前です。で、これからね、時間は少し自由に使えるんですけども、お食事券もお風呂券もあるし、レンタルタオル券もあるんで、まずはね、お風呂に入ってさっぱりして、それからご飯をね、いただきに行きたいと思います。はい、よし、ということでね、行きましょう。ボートのおかげでね、大豪遊できてます。すごいな、ボート4200円もね、ギャンブルで勝つなんて、もう人生初ですよ。よし、あ、レンタルタオルセットで350円もいったんだ。350円も得です。はい、お願いします。あ、はい、ありがとうございます。あ、はい、わかりました。はい、ね、知らなかったんですけども、ロイヤルラウンジになったら、今度はシャンプーバーでからシャンプー貸してもらえるらしいです。へえ、どれがおすすめですかね。人気があるのって椿とか。あ、じゃあ椿貸してください。すいません、あのね、シャンプーバーがあったんでシャンプー借りました。椿っていう分です。高級シャンプーです。庶民の僕にはね、なかなか手が出せないやつです。よし、ということでね、またお風呂行ってきたいと思います。行ってきます。よし、上がりました。気持ちよかった。あのね、外湯が向いてる方向があっち側だったんですけども、あっちはね、ボートの競艇の場所の見える位置だったんで、船がね、走行してました。びっくりです。で、こっちがね、ロイヤルラウンジではあるんですけども、確かね、ご飯をね、注文できるはずなんで、ご飯注文させていただきましょう。ここにメニューありますね。一応1000円まで OK。
ではあるんですけども、天ぷらそばにしましょう。僕ぬくいそば好きなんで、ぬくい天ぷらそばにします。中でも食べれそうでした。はい、ということで有料ラウンジにも入れるんで入っていただきましょう。おー、すごい、マッサージ屋もあります。で、漫画もあるんですけども、なかなか熱い男性の漫画が多いですね。お蕎麦がね、来ました。めちゃめちゃ美味しそうです。もう今2時なんですけども、早速ね、いただきたいと思います。いただきます。あのね、お蕎麦めちゃくちゃ美味しいです。僕の大好きなね、酸味のある出汁です。まさかこんなものがね、ここで食べれるとは思いませんでした。ということで、ね、ちょっとしばらくゆっくりさせていただきたいと思います。はい、ということでね、5時前だったんですけども、まだまだね、この場所ずっといたんですけども、そろそろね、他のことしないといけないんで、もうね、着替えていっぺん車に戻りたいと思います。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。 OK でした。おー、よし、ということでね、かなり荒たいお姉さんでゆっくりさせてもらったんで、一旦ね、ちょっと車に戻ろうと思います。はい、車にね、戻ってきたんで、まあ、そろそろね、晩ご飯の準備をしようと思うんですけども、今日はね、朝一番にナルトのお芋をね、2個もゲットできたんで、今夜はね、これを料理していただこうと思うので、これにね、合った食材をちょっと買い物にね、行きたいと思います。はい、美味しそう。よし、ということで、ちょっとしまっていきましょう。京栄さん、行ってきます。はい、いろいろね、買ってきました。欲しいものは手に入りました。はい、ということでね、車に戻ってきたんで、早速料理を返しようと思うんですけども、今日はね、このね、さつまいも2本のうちのね、1本を使ってさつまいもコロッケの方をね、作りたいと思います。はい、で作り方はね、もう簡単なんで、パッと作っていきます。よし、その前にね、包丁研ぎます。これで OK。 頭と尻尾を落として、あとはね、皮を剥いでいきます。こんな感じですね、全部剥きます。はい、ということでね、皮剥き終わったんですけども、これだけじゃさすがに量が少ないんで、今回ね、じゃがいもを1つ混ぜましょう。2個で50円で売られてたんで買ってきました。ちなみにね、スライサーもあるんで、スライサー使います。あの、さつまいも 100% にしちゃうとね、すごく甘くなっちゃうんで、僕ね、甘いのは好きなんですけども、甘すぎるのはちょっと苦手なんで、今回はね、じゃがいもを追加で入れさせていただきます。はい、 OK。 でこれもね、適当な大きさに切ります。はい、OK ですね。そしたらね、これに火を通していくんですけども、今回はね、蒸していきます。というのも、この分にはね、蒸し皿があるんで、この中に入れて湯を沸かせばね、ちゃんと蒸されるんで、蒸した状態で15分くらいね、こんな感じで蒸そうと思います。で、こう蓋をして、蒸しっていうのがあるんで、18分にしましょう。開始です。そしたらね、沸騰してから18分間で止まるようになってます。で、この間にお肉側の方もね、準備しておきましょう。玉ねぎ、これを6分の1ぐらい、よし。で、あとね、関係ないんですけどね、椎茸も入れましょう。で、菌類はね、お肉とすごく相性がいいんで、多分ね、混ぜてもね、美味しくなるんじゃないかと思います。はい、でね、ちょっと賑やかだなと思って外に出てきましたら、こちらの方に止められている休憩中のトラックの方がエンジンかけられたまんまみたいで、
音がね結構うるさいんで申し訳ないんですけどね、車移動させてもらいたいと思います。で、ね、RV パークはね広くてから今日は全然利用客がいないんで、その辺止めでもいいですよというふうにも言われてたんで、ちょっとねこっちの方に車をね移動させてみたいと思います。お酒飲む前ということです。はい、ということでね車を移動させました。ここまで離れてればねだいぶ静かですね。で、なんかねちょっと傾斜はしてるみたいなんで、少し調整してからね車の方に入れたいと思います。ということでね、改めていきましょう。で、油で、まずは野菜から。木べら買ってきました。すっごいやりやすい。お肉半分、量が多いんでね、こっちもしまっておきます。で、塩コショウ、よし、 OK。 で、炊飯器もね蒸し状態になってるんで、あとね11分ぐらいかかるんで待ちます。よし、できましたね。ちょっと見てみましょう。せーの、よっ、おー、いい感じですね。竹串刺してみましょう。お、スッと通りますね。 OK です、 OK です。全部ね偉くなってます。よし、じゃあね次の段階に移りましょう。ということでアイラップ、あっち移ったら、これをね混ぜないといけないんで、こうやってね混ぜます。はい、でこれに今度はさっきのね炒めたやつを追加します。で、また混ぜます。ちょっとね非常に柔らかくてまとまりにくいんで、ここにね片栗粉入れておきます。しっかり入れてから糊代わりにねこの分でくっつけます。はい、ということで、ね、できたんですけども、一旦ねこれ少し冷ました方がいいんで冷まします。冷蔵庫へイン、こんな感じで置きます。冷やしたらねこれを千切りにしてからね、キャベツの千切り作っておきます。よし、 OK。 はい、ある程度冷えたんでコロッケをね形にしていこうと思うんですけども、今日ね手袋を忘れちゃっててから小麦粉とか卵をねうまくつけることができないんで、もう仕方がないんでね、この小麦粉卵いらずのパン粉を持ってきてたんで、この分をまぶして揚げるような格好にさせてもらいたいと思います。本当はね完璧にしたかったんですけども、ごめんなさい、少し手抜きをします。で、これなんですけども、まずはねアイラップに粉を入れて、手袋代わりのアイラップ4つにしようかな。で、これで OK ですね。油、オンで、2個ずつぐらいいきましょうかね。よいしょ、蓋をして待ちます。よいしょ、はい、よいしょOKOK、 で、キャベツをね、持っときましょう。野菜使い切りました。よし、どうでしょうか。 OK、 いいですね。あ、温度は低いか、油の温度がちょっと低かったな。これは見えてしまいました。もうちょっとねカラッといかなくちゃいけなかったかな。あちしあち、ほら、いいや、よいしょ、はい、はい、ということでね、すごく大きいコロッケがね4個もできました。めちゃくちゃ美味しそうですね。で、もうねお腹も空いてるんで早速いただきたいと思います。いただきます。果たして社内で作ったコロッケのお味は、美味しいです。いい味してます。お芋が甘いんですけども、塩コショウのおかげでねちょうどいい味になってます。うん、これはね上手にできました。ということでね、旅の相棒をいただきましょう。本麒麟、たまりません。
これはね、よくできてますね。でもやっぱりね、ソースがあった方がさらに美味しくなるんで、ソースもかけておきましょう。美味しい。今までね、いろんなコロッケ食べてきたんですけども、やっぱしコロッケは手作りに限りますね。ああ、ごまだれ。僕は今度からね、健康志向に行くようにしようと思いますんで、皆様のんびり行きますんで、お付き合いください。はい。ということでね、ちょっと美味しいコロッケもお酒もあるんで、少しねゆっくりいただきたいと思います。はい。ということでね、美味しく食べて完食です。ごちそうさまでした。で現在の時刻はね10時なんですけども、まだね PC 作業とかしなきゃいけないんで、ちょっとねゆっくりもしられないんで、その辺のねことします。はい。ということでね、だいぶ遅い時間だったんで、もうお休みたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。現在の時刻は6時52分ですね。車内の気温は 30.2 度です。朝からね結構暑めではあるんですけども、ちょっとね頭上の扇風機回してたんで涼しく過ごせれました。外はすごい快晴ですね。気持ちのいい天気です。で朝食食べたいところなんですけども、お腹が空いてないんで、今朝はね簡単にもうヨーグルトだけ飲みます。ヨーグルトいただきます。ああ、はい、ごちそうさまでした。よしでね、良い目覚めなんでね、ちょっと車もパッと片付けましょうかね。よし、片付けもあらかた終わったんで、洗い物とゴミ捨てをね行っていきたいと思います。まずは洗い物。よし、次はねちょっとゴミを捨てていきましょう。で缶瓶ペットボトル燃えるゴミ、オッケーオッケー。で缶ペットボトル、オッケー、分けました。こうでオッケーですね。よし、じゃあね車に戻りましょう。よっしゃ。はい、ということで、ね、片付けは無事終わったんで、もうねこの場を離れる準備はできたんですけども、今の時刻はね9時回ったぐらいだから、まだねお風呂に入ることもできるんで、片付けをしてね汗もかいたことですし、最後にねパッと軽くお風呂の方にね入りに行かせていただきたいと思います。よし、行きましょう。はい、お願いします。はい、行ってきます。よし、気持ちよかったです。じゃあね、行きましょう。よし、はい、ありがとうございます。はい、よし、ありがとうございます。よし、はい、いいお湯でした。車もね、体も整ったんで、最後にね、チェックアウトの手続きしてからもうね、この場を離れたいと思います。チェックアウトね、しに行きましょう。はい、10% オフのね、割引券があるんで、お土産も買いましょう。プリンとお芋とスイートポテトにしましょう。お世話になってる方にね、買って帰ります。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあすいません、お世話になりました。はい、ということで、ね、チェックアウト完了です。あとね、お土産も買いました。2000円分ぐらい買いました。いやー、のんびりできましたね。はい、ということで今回はね、ギャンブルも可能でお風呂には入れるアルブパークスの方でね、車中泊させてもらったんですけども、いかがだったでしょうか。一泊で帰ろうかと思ったんですけども、まさかの4000円超えの勝利で、今回ねちょっと急遽大豪遊をさせてもらったんですけども、こちらのねアルブパーク新谷さんの方はね、一泊2500円で最長24時間利用可能で、電気使い放題で洗い場もあって、あとゴミ捨ても可能ではあったんで、皆さんね夏の車中泊厳しいなと思われている方はね、こんな感じでエアコン遮蔽されてからね、こちらの方ね利用されるのすごくいいんじゃないかというふうに思います。はい、こんな感じですかね。とりあえずね、僕はねもう少し徳島とか四国に滞在はしたかったんですけども、ちょっとね家の方でやらないといけないことがたくさん残ってはおりますんで、もうね今日はこのままね帰路につけたいと思います。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺で、ご視聴ありがとうございました。